林水産大臣を拝命しました、釜口彦でございます。まあ、総理からは6点について指示がありました。1つは農業の体質強化を図ると、経営体の体質強化、まあ、こういうことであります。そして6次産業化の推進、個別所得保障制度というものをしっかりと軌道に乗せると、まあ、こういうことから農業の再生を図るようにと、まあ、こういうことが1点であります。2点は、EPA、FTA を推進し、TPP の協議を踏まえつつ、昨年の11月の包括的経済連携の関する基本方針のときにも、いわゆる本部、農林水産業の再生本部が、食と農業、農林水産業の再生本部というのが設置されましたけれども、この中で、まあ、いろいろと議論もされていくわけでありますが、6月をめどに、この基本方針を策定するようにと、まあ、こういうことであります。3点目は、地域主権と、まあ、こういうふうな考え方に立って、一括交付金化をさらに推進していくこと、4番目は、森林林業の再生プランを推進するように、5番目、5つ目は、公定域なり鳥インフルエンザ、これに被害を遭われた方々の生活再建に取り組みながら、その発生なり拡大防止に万全を期すように、そして6点目は、食の安全と安心を確保するようにと、こういうふうなことでございました。それに私自身は、今後の農林水産行政を進む中で、11月の、まあ、本部というものが設置もされているわけでありますけれども、その以前に、いわゆる農林水産物の輸出拡大というふうなことを、これは平成17年までに、2017年ですね、2017年までに、なんとか今の4500億を1兆円くらいにしたいと、こういうことでありますから、私どもこの輸出拡大については、積極的に今後取り組んでいきたいと思っております。以上です。大臣、日本農業新聞の高橋と申し上げますけれども、TPP について質問いたします。TPP の対応につきましては、先般行われました両院議員総会でも、懸念の声が相次ぎましたし、地方議会、都道府県議会、また農家からもですね、大変懸念の声が届いていると思います。日本はですね、対応の大きい問題だったと思いますけれども、6月に向けて、改めて大臣のお考えを教えてください。あともう一つですね、国民の議論にどう高めるかというのも重要だと思うんですけれども、どのような働きかけをしてですね、国民的議論に高めていくのか、情報発信も含めてしてください。まあ、一つは、ご承知のとおりに、情報収集も含めての協議というふうに今、入っておるわけでありますから、それを踏まえながら、どう対処していくかということは、政府としても内閣としても、これから決めていかなきゃならないことですが、その中で、もう一つ大切なことは、まあ、国民の人たちがどう判断をなさるか、まあ、そういう意味で、できるだけ、情報というものも提供していきたいなと思っておりますが、何しろ外交ということに関わりますと、いろいろ限界が出てくるということもありますので、しかしそういう中で、どうやってできるだけ国民の人たちにそういう情報を提供しているかということは、関係の閣僚とも相談をしていかなきゃならないことだと思っております。他ございますか。すみません、大臣。先ほどお名前お願いします。読売新聞の上竹と申します。先ほど農水省内で行われた会見でですね、TPP 関連ですけれども、参加するかどうか その最終判断について、総理が6月目のとおっしゃっていることについてですね、大臣がある程度意識しているとさっき省内ではおっしゃいましたけれども、従来 その必ずしも6月でなくてその後にという言い方とちょっと踏み込んでいるかのような印象を受けるんですが、
その再任にあたって、総理とその最終判断の時期については、どういったやり取り、指示があったんですか。いや、前から私申し上げてですね、それ変わりはないんですけれども、総理自身が、まあ、6月をめどに判断していきたいということは、当然総理のおっしゃることですから、これは意識しなきゃなりませんことですけれども、果たしてそういうことの中で、この情報収集も含めて、判断できるかどうかというふうなこともありますので、まあ、一つの目処というふうなことでありますけれども、まあ、今後、この情報収集の協議というものを見守りながら判断していかなきゃならないんじゃないかなと思っております。よろしいですか。はい、それでは、じゃあ最後で、はい。お名前お願いします。当然のことながら、これは水際でですね、どんなことしても防止しなきゃいけませんので、そのことに対してもすでに私からも政務三役会議におきましても、また省内会議におきましても指示を出しておりますし、都道府県とも特に連携を取りながら、空港なり、あるいは漁港なり、あるいは港なり、その他のですね、そういうふうなところにおける万全の策を取ってもらうように、協力体制をしっかりと取るようにというようなことも含めて、もう何回も何回もそういう指示を出しておると、こういうことであります。はい、以上をもちまして、加納農林水産大臣の記者会見を終わります。ありがとうございました。